この動画は、これから第二種貨物利用運送事業中でも鉄道運送事業者の行う運送を利用して運送事業を始めるための行政手続きなどを説明する動画ですまず、貨物利用運送事業について説明します貨物利用運送事業とは、自らが鉄道、船舶、 航空機などの輸送手段を保有せず、他の運送事業者の行う運送を利用して、貨物の運送をする事業であり、第一種及び第二種貨物利用運送事業があります。ここから説明します第二種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で鉄道、船舶、航空といった艦船輸送に係る利用運送と、 当該利用運送の前後をトラックでの貨物の集荷及び配達を一貫して運送責任を負いドア2ドアで運送サービスを提供する事業のことを言いますスライドには鉄道運送事業者を利用した鉄道2種のイメージ図を示しております物流は国民生活や経済活動を支える 重要なインフラでででああることは言うまででもありまもりせんその一方で働き方改革の推進に伴う2024年問題により現在北海道内においても物流の停滞に直面していますその解決策の一つとしてトラック輸送の一部を鉄道輸送へ転換するモーダルシフトが有効な手段の一つとして期待され この第2種貨物利用運送事業によるトラック輸送の一部を鉄道輸送へ転換することによりトラック輸送の削減によってトラック運転者の労働環境の改善運転者不足や車両不足で断っていた運送への有効な活用や CO2 排出量削減につながります是非 この機会に第2種貨物利用運送事業鉄道を活用してみませんかそのために次のスライドから第2種貨物利用運送事業鉄道の申請方法を解説していきますまずは申請手続きの流れを説明しますはじめに事前相談確認ですが第2種貨物利用運送事業鉄道が気になる方は まずはご相談ください。具体的な事業概要や申請方法などの疑問、質問にお答えします。また、必要書類は次のスライドから説明していきますが、申請は簡単です。記載例を参考に記載していただければ誰でも作成できます。ご不明な点があれば、北海道運輸局自動車交通部貨物課までお問い合わせください。申請書。 添付書類の作成ができましたら、次は申請です。北海道運輸局自動車交通部貨物課に申請し、内容に不備がなければ受理となります。その後、審査は国土交通省にて行い、許可までに標準的な処理期間として審査に3ヶ月から4ヶ月要しますので、申請から許可までは時間がかかります。余裕をもって申請してください。 最後に許可となりましたら、1ヶ月以内に登録免許税12万円を納付することになります。ここからは申請時の必要書類の説明をします。申請書及び添付書類の一部の様式を北海道運輸局のホームページに掲載していますので、ぜひご活用ください。申請時必要書類の1つ目。 第2種貨物利用運送事業許可申請書です。様式1から様式3まで、すべて必要となります。そして、2つ目、添付書類です。添付書類の1つ目、利用する運送を行う実運送事業者、または貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写しです。鉄道貨物の取扱いに関する契約書や、 集配を他のにに委託する場合にあっては、受託者との集配業務委託契約書などになりますなお契約書の形式は任意ですが以下の事項を含んだものとしてください A 委託する業務内容に鉄道及び集配の手配に関する記述があること B 事業計画に記載のある拠点駅が記述されていること C 契約書の有効期間が適切であること D. 社員が押印されていること申請時において契約が締結されていない場合には契約書案に変えることができますが許可日までに本契約書の写しを提出してください添付書類の2つ目貨物利用運送事業のように供する施設いわゆる営業所集配営業所車庫および休憩睡眠施設に関する事項を記載した書類です 1>, 1施設の案内図、見取り図及び平面図2様式4の施設が都市計画法など関係法令の規定に抵触しないことを称する書類3施設の使用権限を称する書類自己所有の場合は土地建物の登記簿登本賃貸の場合は賃貸借契約書の写しになりますまた 貨物の保管体制を必要とする場合については掲載されている書類をさらに添付することになりますなお一般貨物自動車運送事業者の皆様は様式後の宣誓書を提出することにより星マークが付された書類について省略することができます添付書類の3つ目「定刊または寄付行為」および「登記事項証明書」です 添付書類の4つ目、過去3か年分の貸借対象表及び損益計算書です。ここでポイントですが、貨物利用運送事業の遂行に必要な能力として、事業遂行上必要な最低限度の財産的基礎として、純資産300万円以上を有していることが許可の基準となっています。そして、添付書類の5つ目、様式8の役員、または社員名簿。 および様式級の履歴書になります添付書類の6つ目様式中のの自由に該当しない旨の宣誓書です掲載されている結核自由に該当しないかを宣誓するものであり法人であっては役員全員に宣誓してもらう必要がありいずれかに該当するものは当該事業許可を受けることができません。そして 最後に添付書類の7つ目鉄道貨物運送にかかる貨物利用運送事業についての組織体制に関する資料として当該部分の責任者及び指揮命令系統が明確になる資料例えば会社組織図などを添付してください。 申請方法について説明します当該事業許可申請は前述の必要書類を添付の上国土交通大臣宛の申請書を3部作成して事案を管轄する北海道運輸局自動車交通部貨物課に申請してください申請内容によっては作成部数が3部以上となる場合もありますなお郵送により申請することも可能ですが 注意点は以下の通りです1宛先には「北海道運輸局自動車交通部貨物課第二種貨物利用運送担当」と明記してください。2書き留めなど配達を証明する郵便での送付をお願いします。3受理印を押した申請書の控えを返送しますので申請書と合わせて必要な金額の切手を調布した 返信用封筒を同封してください4申請について修正などが必要となる場合また申請内容に疑問点がある場合には担当より連絡することがありますのであらかじめご了承願います許可を受けた後第2種貨物利用運送事業鉄道を行う上で次に掲げる手続きが必要となります。 登録免許税12万円の納付運賃および料金設定届出書の提出貨物利用運送事業事業報告書および貨物利用運送事業事業実績報告書の提出などですこのほかにも手続きがありますので詳しくは10日までお問い合わせくださいその他ご案内として本申請は 皆様がイメージすするより簡単ですご不明な点があれば北海道運輸局自動車交通部貨物課がご案内いたしますまた一般貨物自動車運送事業者の場合は省略できる添付書類が多数ありますのでお問い合わせくださいそして本事業許可申請のポイントは2つです1つ目直近事業年度の貸借対象表の純資産が 300万万円円以上でであるるこことと2つ目許許可後に登録免許税12万円を納付することです最後に本事業許可にかかる申請書様式及び申請書記載例を北海道運輸局のホームページに掲載しておりますのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。